2B2 のトーキンリズム&ブルース。暑いですね。暑いですね、やっぱりね。夏ですね、もう。ね。うん。なんかさ、このポッドキャストもさ、うん。3年ぐらい経ってるじゃないですか。そうか、そんなやってるか。4回目の夏かな、もしかしたら。だってそうだよね。170何回とか、これ180回目とかかな。もしかして。そうでしょ？うん。で、2020から撮ってんのかな？そうか。ね？うん。だ夏、4回目の夏なんですよ。ああ。で、なんか記憶をたどると、はい。もう毎年暑い暑い言ってんすよね。いや、まあそりゃそうでしょうね。冬だったら寒いを言うし。ね、うん。頭が痛かったら痛いと言うし。痛いと言うし、お腹痛かったら痛いと言うし。うん、でも尋常じゃねえぞ、暑さがっていうことはなんか言ってて。はいはい。やっぱ暑いんですけど、夏。うんうんうん、でも、うん、たまに、結構急に雨が降って、うん、ちょっと夏なんかでもこうひんやりするときが、確かに確かに。もう、ごくごくたまにですけど、うん、あるじゃないですか。ありますよね。うん、で、僕その時のちょっと思い出があってね。ほうほう。なんかね、多分、午前中にこう多分出かけて、うん、昼前とか昼過ぎぐらいまで多分なんかこうすることがあったんですよ、多分きっとね。うんうんうん、で、多分、家を出た時はそんな降ったりしてなかったんだけど、雨とかね。うん、でもなんかちょっと多分天気悪かったんでしょうね、きっとね、うんうんうん。で、その昼ぐらいになったらもう結構ザーザー降ってきちゃって。はいはい。で、ちょっともう、いわゆる夏なのにひんやりしてるというか。うんうん、で、家に帰ろうと思って傘さしてこう歩いてたんですけど、うんうんうん、もうちょっとそこでこうひんやりしてきちゃうっていうかさ、あ、なんかさ、寒いなぐらいの感じに、うんうんうん。着てる服とかも半袖じゃないですか。いわゆる薄着だから、うんはいはいはい、ちょっとひんやりしちゃってんな、つって、うん。で、そしたらさ、うん、帰り道に、うん、昔行ったことがあったラーメン屋さんが あってね。はいはい。で、そこすごい美味しいラーメン屋さんってすごい人気店なんですよ。うん。で、なんか店主のこだわりのラーメンみたいな感じでさ。うんうん、で、麺も手打ちで、みたいな感じで。ああ、いいっすね。うん。で、もうなんか、いわゆる、シャッター決めてる人も結構いるっていうか。はいはいはい。うん。開く前からもう列できちゃうみたいな。うんうん。でも多分、お昼ランチタイムは多分11時半からさ、2時とか3時ぐらいまでじゃないですか、大体ラーメン屋さんって。うんうん、で、なんかもう、ずっと行列、みたいなさ。はいはい。で、そののれんをこう、下げるまでも常にお客さんが並んでるような、人気店なんですけど、うんうんうん、で、あのラーメン屋だと思って、すごい前に多分食べたことあったのね。うん、で美味しいっていうのは分かってて、うん、だからその日は雨がこうガーッと降ってきたからか、うん、行列がなかったんですよ。ああ、なるほど。うんうん。うん、まあそれだけじゃないのかもしれないんだけど、うん、珍しく多分、うん一人も待ってない。もうそれもガラガラってすぐ入っちゃったみたいな感じで。うんうん、あ、並んでねえと思って、うん。でさ、ちょっと体も冷えてますし。そうだね。行くしかないよね、これ。お腹も空いてますから、お昼ですから。うんうん、あ、これちょっとラッキーじゃないのつって、うん。やっぱ並んでラーメンってちょっと僕、並んでまでっていうのはいつもあったから。わかりますわかります。ね。うん。で、やっぱ、さっと入ってさっと食べたいじゃないですか。うん、お腹空いてるというか。うんうん、あこれいけんじゃないのつって。うん。これはちょっと、逆にラッキーかなつって。うん。で、ガラガラっと入ったわけですよ。うんうん。そしたら、まあ、こうカウンターで、なんだ、7、8人かなもうちょっといけんのかな、うん、ぐらいがこうガーッと並んでて、うん。で、カウンターの向こう側で、その店主さんが一人でこう、ちゃっちゃ作ってて。はいはいはい。で、多分奥さんがお手伝いしてるみたいな、まあ、二人でこう、やってるところで。うんうんうん、結構、一杯できるのに、こう、時間かかるっていうか、やっぱ、そうなんだ、うん。丁寧に作ってるから、はいはい。でもみんなそれをじっと待ってるっていうか、うん、で、若干のこう緊張感もあるお店というか、うんうん、店主のね、こだわりもありますから。うんうん、で、みんなシーンと困ってて、うん。で、多分ね、その手打ちラーメン、醤油ラーメンと、うん、あとワンタン麺、うんうん。で、ワンタンの皮も多分自分でこうやってますみたいなことなんだね、うん。が、有名な美味しいお店で。うんうんあそういえば俺前多分ワンタン麺食ったかなみたいな感じの記憶だったんですよ、うん。でも何しろ麺が美味しいから。うん。これはやっぱちょっと醤油かなまあ寒いし、あったかいの食べたいじゃないですか。はいはい。
熱々のね。うん、で、みんなこう見てもなんとなくこう、湯気がどんから登ってるような状態で、お、うん、やっぱこれで醤油行こう、ノーマルな醤油行こうと思ったんですけど、うんうんうん、食券なんですよ。はい、券売機の、はい。そしたら、特製っていう文字が見えたんですよ。はいはいはい、あ、特製かと。うん、で、どうやらこう日替わり系の、ね、あるね。系のね、うん。あります。で、お店によっては、今日の日替わりは、なんとかですみたいなさ。うんうんうん、今日の日替わりは、とか書いて、うん、書いてある時ある、黒板とかあるけど、うん、そういうのもないと。なるほど。特製かと思って、うんうん。で、ちょっとなんとなくまたこう、皆さんのやつをチラチラっとこう見るんだけど、うん、まあわかんないんですよ。丼から湯気が出てんなーって感じで、うん、こう覗くわけにもいかないから。うんうん、でも、やっぱ久々に来たし、うん、で、また今後来れるかどうかもわかんないじゃないですか。うん、ちょっとこれはこだわりの特製いっとこうかなと思って。おお、そうか。なるほど。まあ、ちょっと高いのかな。100円とか、通常のデフォルトラーメンよりはちょっと高くて。うん、特製いったんですよ。うん。俺だったら普通のいきますね。特製はいかないですね。特製はいかないですか。うん、特製いっちゃったんですね。うん、その時に、うん。ちょっとここは、どんな、すんごいこだわりの本当お店だから。でも、店主も気合い入ってて、うんみんなもビシッと待って、うん、っていうお店だからどんな特製出てくんだと、うん、で特製頼んでこうカウンターに置いたらはい特製ありますとかつってこう、うん、スッと持ってって、うん、でこうずっと待ってたんですよ、うん、でもやっぱ何が来るか分かんないとで見てしか書いてないんだもんねそう書いてないし、うん、でこう見てても、うん、あんまり特製を作る素振りもないというか普通ラーメンもチャキチャキ一杯ずつ丁寧に作ってる、うんうんうんで、周りの人でやっぱちょっと見ても、うん、だいたいみんな醤油かなみたいな。うん、あの人はワンタンかなみたいな感じでさ、うんうん。そしたら、俺の後に入ってきたお客さん、二、うん、人後ぐらいかな、うんうん、ガラガラーっと入ってきて、うん。で、その人もピーピーって券売機頼んで、うん、で、俺の隣に座ったんですよ、うんうん。ちょっと常連さんみたいな感じで、うん。で、その人もどうやら特製を買ってて。うん、あ、この人も特製かと思って。うんうん、そしたら、席に座るなり、その人が、うん、今日特製何って聞いたんですよ。ああ、うん。まあ、あ、常連さんなんだ、この人。うんうん、今日特製なんすかとかって、結構こう、親しげな感じ聞いたら。うんうんうん、それ店主が一言、今日の特製は、冷やしバンバンジー、つって。あ、じゃあ俺、普通の醤油でいいや、って言って、その人が。つって。帰れんだ。はい、じゃあ、差額の100円です。みたいな感じで。お、帰れんだみたいな。それでさ、って、冷やしバンバンジーっつって。確かに、冷やしバンバンジーって聞いて、わーっと思って周り見たら誰もそれっぽいの頼んでないわけよ。湯気ガンガン立っちゃったからもう、丼、うんうん、から。寒いしね。寒いてんのにね。うん。で、ほどなくしてさ、はい、特製ですっつって来たらさ、うんなんかあの、綺麗なさ、冷やし中華、ガラスのさ、あの、ほら。冷たそうなやつね。冷たそうな。ちょっとほら、高級な中華料理屋とか、はいはいはい、かります高級なお家で出てくる冷やし中華の、うん、ガラス皿に、うんうんうん、思いっきり綺麗にさ、麺とさ、うん、あの、バンバンジーと、バンバンジーソースと、あの、キュウリが乗せられてて、はい、冷やしバンバンジーって。で、寒い中こう、冷やしバンバンジーを、また俺がそんな冷やし中華がそんなに得意じゃないタイプの方でそこまで求めてないよねそこまで、うん、やった冷やし中華ってもう慣れないっていうかさ絶対もうあったかいのを食べようとしてからこっちは熱々のさラーメン油干してんのにもうサッパサバのはい冷やしバンバンジーするね隣の人はいいな醤油食っていいなと思いながらっていう、ね。すごいね、それね。書いといてくれよだよね。そうそうそう。頼むから。で、多分、店主も、前日までとか、ほら、暑くてさ。うんうん。で、明日何すか、特製って考えて。うん。やっぱ、じゃあ、うちの自家製麺をチャキチャキに冷やして、ピシッとこう、しまったやつに、あっさりとしたバンバンジーのさ、冷やしバンバンジーしかねえだろ、つって。うん。あれしたら、もう、天気がこうね。いやー、そっか。悪くなり。なるほどね。誰も頼んでなかったし、うん、隣の人の勇気ある撤退もね、できるんだと思って。
緊張してるからこっちも。じゃあ、って。じゃあ俺醤油でって。いや、その軽さ必要だよね。その軽さ。やっぱね。うん、お客だからね。そうだ、ね、言っても。うん。まあ、いくらその、だいいお店なんですよ、本当にすごく、うんうん。で、リスペクトもね、きっと、あの、お客さんとその、お店の方との間に成り立ちつつの、緊張感のあるお店なんですけど、いやいやいや、変えたっていいじゃないって話ですから。ね。だからね。ラーメン、ね、そういう、ラーメンといえば、うん、僕もね、うん、もうこれはね、そんな楽しい話じゃないかもしれないけど。あ、はい、楽しい。近くにね、つけ麺屋さんがあって、すごい美味しいんですよ。おで、それもカウンターだけのお店で、うん、もう七八に入ったらいっぱいのお店なんだけど、うんうん、いわゆるモラハラの店みたいなのあるじゃないですか。言ったら。楽しくない話じゃないですか。なんて言うんですか。わかりますわかりますよ。店主のモラハラがすごい。わかります。というか。なんかね。ね、うんうん、その店主はすごい若いんですよ、そのお店は。うんうんうん。で、美味しいから人気なので、並ぶのね、お昼ね。うん、うん、うん。で、並んでも入りたいんですけども、うんうん、その、新入りのね、まあ、某 A さんって方が、うんうんうん、おそらくまあ、脱サラかなんかして、うん、すごく一生懸命働いてる人なんだけど、はいはいはい、まだそこまでノウハウ分かってなくて、不器用な感じなんですよ。うん、なるほど、なるほど。あ、いかにも新入りだなという感じ、ね。そう、いかにも新入りで。でも、うんうん、おそらく自分でそこで修行して、自分のお店を持ちたいって思って、うん、なるほど。他には若いスタッフしかいないんだけど、あ、その人だけすごい上なんですよ。あ、年齢もいってるってことか。おそらく50代もう過ぎてる中盤ぐらいの方で、でもラーメンやりたいぐらい。そうそう。で、店主はおそらくまだ30代中盤、うん。あ、若いんだね。若いんですよ。うんうん、で、おそらく20代ぐらいの、まあ、スタッフしかいなくて、うんうん。で、そこでもうその人に対するいびりがすごくてさ、おい A さん、いい加減してくれよ。とかっつって、そういう系の。何か段取りをミスると、うん、もうそれを、お客さんの前で言うわけです。ああ、怖いね。おい、休みボケかみたいなことを。怖いね。で、怖いね。行く人によっては、うん、なんかそれも込みで好きだっていう人もいるんだけども。ああ、そうか。うん。で、確かにラーメン美味しいんですよ、つけ麺ね。うん、うん、うん。なんだけど、やっぱりね、それ、だから、収まるのかな？その人が、キャリアを積んで仕事慣れてきたら、うん、おそらくそういう小言はだんだん言わなくなってくるのかな、と思って、うんうん、まあ、結構1年以上通ってたんだけども、うんうんうん、やはりね、スキルアップはしてるんだけど、うん、小言はなくなっていかないもので、ああ。やっぱりね、ちょっとね、その、味よりね、うん、その、なんていうんですかね、その、ムードの悪さが、耐えられなくなってしまって。もう行かなくなっちゃったんだけど。マイナスですね、それはね。そうなんですよ。なんかそういうお店もあるじゃないですか、ラーメン屋。ありますね。限らず。昔行ってましたよ、リーダーが、それこそ。本当にそういうお店が多分、うん、で、それ20年以上前ですよ、僕らが。地方とかに行き始めてた頃に、うんうん、あの頃やっぱ大体ラーメンだったじゃないですか、昼。うんうん、で、なんか、どこだっけな、どっか地方のラーメン行った時に。あれ、仙台ですよね。そうだね。ご夫婦で。そうだ、そうだ、ね、うん。ご夫婦でやってる時に、ね、うん、やっぱその、店主さん、ね、店主、うん、旦那さんが、その奥さんに、激しく当たると。うん、そうだよね、うん。リーダーがそれを見て、何かのプレイを見せられているようだっていうね。あれは店主の何かしらのプレイだろうっていうことを言ってて。オラハラプレイみたいなね。なんか、あ、そういう解釈もありかっていう。だってご夫婦なんだもんね。そう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 。お店のそこにさ、そのプロフィールに自分で書いてんだもんね、お店の中に、ね。そうそうそう。で、結構そこはさ、ね、なんていうの、頑張ります、夫婦で。そうそう。二人力を合わせて、頑張ります、うん。美味しいラーメンを一杯でも作れるよ、ね。ぜひ応援よろしくお願いします、みたいなね。うん。すごいなんかこう、いいこと書いてあるんだけど。うん。それとは裏腹のね。裏腹のその、店主のね、奥さんへの指図がね。うん。うんうん、なんかもう、単語しか言わないんだよね。水とか、そうだ、サラッとか、なんか威圧的なね、短くビッと言うんだよね。なるほど、メスみたいなことだね、もうね。で、なんかBGM の、音楽が止まってると、うん、シリ。シリだもんね。で、はいとかつって、で、奥さんが CD をまた再生するという、ね。奥さんがまたその、すごいね、こう、はいこう、いちいちというか、ちゃんと聞いて。そうなんだよね。入って返事するんだよね。
いやだ、確かにその時俺もこう異様な雰囲気を感じたけど、うん、そのお店を出て、まあラーメン美味しかったんですよ。美味しかったですね。うん。で出て、リーダーが一言、うん、いやー、あれはプレイだねって言ったのをね、うん、覚えてますよ。昨日のことのように。だからね、プレイが過ぎると行きたくなくなっちゃうんですよね。そうだね。そうなんですよ。プレイもほどほどにっていうこと、ね。そうなんですよ。そんなね、ラーメン屋の話でしたけど。はい、ということでね。はい。プレート特性には気をつけろって。気をつけろと言いまして、ええ。今週は、はい、スクービードゥは、はい、クラブ Q で、そうだ。ライブがあるんですよ。バグホリックね。若手バグホリック。これね、うん、僕ね、うん、前にもこの、ポッドキャストでお話ししましたけど、ビリヤードしたって言ってたじゃないですか。うん、そうだよね、うん。クラブ Q の、Q チャンネルってやつかね。はいはい。YouTube 撮ってる時に、うん、たまたまそのバグホリックの面々が、うん、たまたまなんかそのビリヤードしに来て。そうだよね。うん。で、あって、うん、で、ああ、なんで、すごいなんか今人気なんだよって、うんうん、Q のさ、兄さんが言って。うん。じゃあ今度、対バンできるといいね、なんていう話してたら、うん。そこ決まっちゃったっていう話。本当に実現しちゃったというね。実現しちゃったっていうことですから。そういうご縁のね。そうです、ね。対バンです。はい。これはぜひともね、クラブ Q 夏の陣っていう、うん、夏の対バンシリーズのイベントなんでね。はい。うん。ぜひともライブハウスに遊びに来てほしい。はい。そんなイベントでございます。はい。ということで、今週はこんな感じかな。はい。それでは、また来週。